ミルブルック駅はかつてチャンネル諸島のジャージー大観管かつくにあった駅である。当駅は旅客及び貨物路線であったジャージー鉄道の中間駅であった。鉄道が最初に運行開始した時の1870年にミルブルック駅が開業した。標準ゲージであった路線が1884年にナローゲージへと交換された。道路拡幅計画のために 1912年に、当駅の場所が少し移転しており、移転先では2面のプラットフォームを有する新しい駅施設が建設され、各プラットフォームには駅舎があり、歩道橋で連絡していた。軌道の計画では、交換線及び短い側線を含んでいた。当駅は、ジャージー鉄道の生涯を通じて営業中のままであり、1936年に、 路線が運行停止した時に閉鎖された。現代的な利用で保存されているミルブルック駅。プラットフォーム、歩道橋及び小さい駅舎は全て解体、撤去されている。しかし、陸地側のプラットフォームにある周駅舎は残存しており、現在カフェテリアとして利用中である。プラットフォームの一部が復元され、ルーフィング材を用いて拡張されており、カフェテリアでは、 周囲のテーマに、かつての鉄道を利用している。建物の外装に、レプリカの駅名表が取り付けられている一方で、本館では、鉄道の写真及び収集品の小さな展示が、されている。ありがとうございます。